先行のロンド2。それじゃあ訓練プログラムを開始するわ。ブランクもあるだろうから基本から確認しましょう。ああ頼むよ。まずは画面上部を確認して、これがアーマーゲージ、ランダーの耐久性を表しているの。攻防の要になりそうだ。分かった、常に気を配ろう。こっちは B ストック、ボスモードの発動に必要よ。そしてこれがアビリティサイン、点灯していればアビリティが使用可能よ。ボスモードやアビリティについての詳細は後で説明するわ。了解。しまった、ここまでか。了解。今回は移動操作について説明するわ。まずは指定した位置まで移動してみて。OK、次はダッシュよ。ダッシュ中にターンしてみて。コツをつかんだわね。次はダッシュした後に急停止よ。素早く次の動作に移りたいときに便利だから覚えておいて。移動に関するレクチャーは以上よ。攻撃と防御の説明に移るわ。まずはメインショットで攻撃してみて。次にサブウェポンを使ってみて。メインショットと組み合わせて使うことで敵を追い詰めることができるわ。サブウェポンのリロードはメインショットに入ったら使うタイミングが重要よ。チャージゲージが溜まっているのを確認して。チャージゲージがあれば強力な弾幕技を使うことができるわ。弾幕技は基本的に3種類あって、それぞれ特性が違うから状況によって使い分けてね。次は防御の要、バリアよ。バリア中は攻撃を防ぐことができる。攻撃を回避しきれない時はすかさずバリアよ。ただしバリアも万能ではないの。攻撃を防げるけどチャージゲージを消費する。それからビームやナパームみたいな強力な攻撃は防ぐことができないので注意が必要よ。最後にバリア中も攻撃できるから覚えておいて。バリア中は攻撃が通常時と変化するからうまく使い分けてね。攻撃と防御に関するレクチャーは以上よ。今回はアビリティについて説明するわ。このサインが点灯していればアビリティが使用可能よ。アビリティは機体ごとに攻撃を強化するもの、防御力を高めるものなど様々な。アビリティは
一度使用するとしばらくは使用できないの。サインが再点灯すれば使用可能よ。使いこなせば大幅に戦闘力がアップするはずよ。アビリティに関するレクチャーは以上よ。今回は至近距離での戦闘における近接攻撃について説明するわ。近接攻撃は3種類。まずは M 近接攻撃を使ってみて。近接攻撃は OK。 M 近接攻撃はボタン連打で連打 OK。 その調子。でも M 近接攻撃はこんな風に M 近接攻撃はバリアで防がれてしまうの。そんな時は S 近接攻撃よ。 S 近接攻撃はこっちのサブウェポンのリロードゲージの中に敵が入っていると発動するわ。 S 近接攻撃は M 近接攻撃など、素早く近接攻撃は敵にダメージを与えるだけでなく、チャージゲージも減らす効果もあるから、通常の攻撃と合わせて積極的に狙っていって。敵を攻撃したい時は M 近接攻撃。で守っている敵には S 近接攻撃が有効。覚えておいて。最後に MS 同時押しの通称バレットキャンセラーよ。バレットキャンセラーはゲージ範囲に関係なくいつも OK。 その調子。この攻撃は近接攻撃としても使えるのだけれど、その名の通り敵の攻撃を打ち消すことができるのが最大の特徴。ダッシュ中に出すこともできて、攻撃を防ぎながら敵に接近することもできるの。うるさい。バレットキャンセラーをうまく活用できれば戦術の幅が大きく広がるはずよ。近接攻撃に関しては以上よ。ボスモードは強力なボスユニットを呼び出す攻撃よ。B ストックがあれば発動できるわ。それシェルシステム起動。ボスユニットには特有のアーマーゲージがあるの。このアーマーゲージがなくなるか限界時間が終了するとボスモードは解除されるから注意して。ボスモード起動中、相手はボスモードを発動できないか。危うい者がちっとわかる。でも発動するタイミングが重要よ。相手が嫌がるタイミングを見計らって発動するのがベスト。そこは戦闘を重ねて経験を積むしかないか。それからボスユニットはそれぞれ操作が異なるから、次戦の前に操作を確認しておいてね。各機体のボスユニットの操作も把握しておいた方が良さそうだな。そうね。敵を知り己を知れば百戦危うからずってね。ボスモードについては以上。お疲れ様でした。バニッシュ状態になっても慌てないで。逆転の一手、ファイナルボスモードがあるわ。ファイナルボスモード。そう、バニッシュ状態でボスモードを発動するとより強力なボスユニットを呼び出せるの。たまに熱くなるのも悪くない。これからが本当の勝負だ。基本は通常時と同じだけど、さらにファイナルボスの専用攻撃が可能よ。ファイナルボスモードは強力だけど、ラウンド中に1回しか発動できないから本当に最後の一手よ。了解だ。なるべくファイナルボスで敵を倒しきりたいところだな。レクチャーは以上よ。お疲れ様でした。先行のロンド2。先行のロンド2。のロンド2。
この私のことよ。準備はいい？おっす、いつでも行けます。受け取ってください。よく逃げてきたわ。くらえ！覚えてなさいよ。完全勝利。来たった。はしゃいでないで戦闘態勢に入れ、グサン。行け！よっ！なあ、ついてこいよ！おいおい！今だ！はいはい！はい！しまった！今だ！はいはい！しまった！あれ？おかしいな。どれ？まだまだここからだ！今だ！ざけんな！まだだ！とりあえず私の勝ちってことで。ふっとめ！おいおい！ふっとめ俺！くらえ！はいはい！はい！くそ！今だ！今だ！まとめてかかってこいよ！あれ？おかしいな。はいはい！しまった！まだまだここからだ！今だ！今だ！くそ！ざけんな！まだだ！先輩、勉強になりましたです！まあ勝てばいいのよ。ミカ、準備 OK？ もちろんさ。さあ、
始めよう。フェザーウェーブ、フェザーウェーブ、フェザーウェーブ、ロックオン、届け、フェザーウェーブ、フェザーウェーブ、フェザーウェーブ、これでどうだ、ウィングパージ、遠慮なんてしないわよ、来い、核スカウト、ロックオン、ウィングパージ確認、まずい、ロックオン、シェルシステム起動、どうだ、どうだ、しまった、なんでなのよ、ここまでか、どうだ、くらえ、くそ、脱出する、とりあえず私の勝ちってことで、まだ、はいはい、はい、まだだ、フェザーウェーブ、はい、ロックオン、はい、はいはいはい、はい、まずい、はい、はい、ロックオン、ロックオン、シェルシステム起動、了解であります、やったです、くらえ、しまった、ここまでか、まだ、届け、どうだ、くそ、脱出する、先輩、勉強になりましたです、まあ勝てばいいのよ、て、敵を発見、兄さん、サポートよろしく、行くぞ、腕、しまった、ジャビングダッシュ、行くぞ、来い、ティッシュコンダクター、やっと、腕、はいはい、準備、整いました、そっか、けっ、やっちまった、けっ、はいはい、チャンスがある限り俺は最後まで諦めない、ユニット撃破です、覚えてなさいよ、悔しい、次こそ勝つ、ジャミング開始します、させるか、くらえ、今だ、行くぞ、腕、トリガー全開、そっか、トリガー、はい、準備整いました、そっか、ジャミング開始します、まだ、まだ、まだいける、まだ、くそー、
とりあえず私の勝ちってことで。チャンスがある限り俺は最後まで諦めない。ジャミング可能になりました。次こそ勝つ。敵を発見。ニセ、サポートよろしく。はあ、まだもらった。踊れ。ジャミング開始。シェルを転送します。チャンスがある限り俺は最後まで諦めない。とりあえず私の勝ちってことで。させるか。今だ。行く。はいはい。はい。しまった。まだまだ。はい。遠慮なんてしないわよ。来い。タグスタート。させる。さすがチャンポ先輩。私の姿を見て勉強しなさいよ、ディクシ軍所属のレーフレファリ。ストロネットの威力よろしく。見せてあげるわよ。踊れ。覚えてなさいよ。こんなところで負けてたまるか。
行け。待って、シェル射出。覚えてなさいよ。こんなところで負けてたまるか。僕は僕の信じる道を行く。誰なんだ。どうだ。ロックオン。どうしよう。まだまだ。そんなに使えないシェル転送、これで片付けちゃって。いざ。悪いね、これも仕事のうちなんだ。上等だ、その喧嘩買ってやるぜ。トリプル S 所属ファビアン・ザ・ファストマン。システム転送。大型シェルの扱いはくれぐれも注意してください。まだまだここからだ。くそ、ざけんな、まだだ。そんなスピードじゃ俺に追いつけねえ。出直してきな。